陛下、お考えください。王宮がいかに乱れているかを。王宮ばかりではありませぬ。民の不満も頂点を迎えようとしておりますぞ。いい加減に国政へ目をお戻しくだされ。陛下、オラフ二世陛下。前王妃ナキアとあの女とご結婚なされてからというもの、陛下は国政をお考えにならなくなってしまわれて、あれからすでに4年、アリシア様のこともお気遣いよ。あの女とは誰のことかしら。これはカタリーナ王妃。私はこれにて失礼つかまつる。陛下、くれぐれもお考えくださいますよう。ごめん。アリシア、あなたは親に挨拶もできないの。姫様、どうか。私の母はここに眠る人ただ一人です。ほう、私を母と認めぬと。そのような振る舞い許すわけにはいきませぬ。のっ、ぐっ、アリシアがナイフで王と私に襲いかかってきたのです。王女が陛下を。カタリーナ様、違う。恐ろしい、アリシアの腕が異様な姿に変わっておった。あれはまさしく魔人の。何ですと。まさか魔人の腕。はよアリシアを捕らえるのじゃ。私じゃない、私じゃないわ、姫様。おえ、王のだ。邪魔する者は同罪とみなす。決して容赦するでないぞ。はい。は、お前はアリシア様の次女の。あ、これはアリシア様。どうなさいました、アリシア様。顔色が優れないようですが。実は国王陛下が何者かに殺害されました。オラフ王が。はい、私と姫様の目の前で。それなのにカタリーナ様はアリシア様に国王殺しの疑いをおかけになられ、拘束しようと。バカな、カタリーナ様は一体。俺カタリーナめ、好きにはさせるぞ。グリーンズ将軍、アリシア様、ここは我々にお任せください。次女よ、ひとまずここで姫様を安全な場所へお連れするのだ。はい、頼むぞ。あの姫様が父王を殺すなんて信じられない。王女には魔人の烙印があったらしい。魔人に身を捧げたものだ、王女と思うな。もう追手が。姫様、この先に王家ゆかりの館がございます。そこならばレイチェルがおとりになりますので
その隙に館へ。何を言うの。私はこんな時にしかお役に立てません。姫様、どうぞご無事で。いたぞ。逃がすな。おい、レイチェル。こっちに逃げたようだ。誰かいるのか。そこか。見つけたぞ。なんか嫌な感じのところだな。ラルフの兄貴、先に行っちまうぜ。ラス、ダオスブラフランフォース。に、にえ、アリシア姫、嘘ですよね。姫様のような清らかなお方に魔人の烙印など。ウェイトソイラフォース。姫様、その腕はまさか。これはとにかく王宮へ、カタリーナ様のもとへ戻りましょう。ウェイトソイラフォース。